共通第1ページは1926年に公開された日本映画である。監督はキヌガサ・テイノスケ、主演は井上正夫。キヌガサが横光一や川端康成などの新感覚派の作家と結成した新感覚派映画連盟の第一回作品で無字幕のサイレント映画として公開された。激しいフラッシュバックや多重露光、キアロスクーロ。 素早いショットつなぎ、オーバーラップなどの技法を駆使して、斬新な映像表現を試みた、日本初のアバンギャルド映画である。物語は、精神病院が舞台で、狂人たちの幻想と現実が交錯して描かれる。対象モダニズムの成果である本作は、ドイツ映画、カリガリ博士に触発されたものであるが、 そこに日本人固有の家族感が入れられているところに独自の工夫がある。元船員の老いた男は自分の虐待のせいで精神に異常をきたした妻を見守るために妻が入院している精神病院に駒使いとして働いている。ある日、男の娘が結婚の報告を母にするため病院を訪れ父親が駒使いをしていることを知る。娘は 自分の母が狂人であることを恋人に悟られないよう懸念している。娘の結婚を知った男は縁日の福引きで一等賞のタンスを引き当てる幻想を見る。男は妻を病院から逃がそうとするが、錯乱した男は病院の医師や狂人を殺す幻想を見る。今度は男は狂人の顔に次々と脳面を被せていく幻想を見る。 1925年、キヌガサ・テイノスケは、マキノプロダクション参加の連合映画芸術家協会で、横光リーチ原作の卑弥呼を描いた日輪を演出し、これを機にキヌガサは、横光と信仰を持つようになった。翌1926年に、満30歳を迎えたキヌガサは、誰からも成虫を受けず、自由に思いのままの映画を作ろうと決意し、マキノプロダクションを離れて独立した。 まずは映画制作に必要なカメラとレンズを手に入れるため、知人のドイツ人に撮影機、パルボ K を上海まで買いに行かせた。このカメラは本作の撮影で用いられた。キヌガサが構想したのはサーカスを舞台とした老人の物語で、これを制作するため自宅の地下室に現像書を作り、近所の茶畑をロケ地として借り受け、 そこに1ヶ月間借り切りにした巡業サーカス団の天幕を張って撮影するという計画を立てた。この新しい映画制作の相談をするため、木の笠は葉山に滞在していた横光を訪ねた。これにすぐさま応じた横光は4月2日に文芸時代の同人で新感覚派の川端康成、片岡鉄平、岸田国を池谷新三郎に声をかけ、 この映画の計画ために共同で案を練ることになった。ここに新感覚派映画連盟が結成されたが、その名称は4月11日に放置新聞が、この映画制作について報道した時に、新感覚派にちなんで勝手に命名したものであり、これがそのまま正式なプロダクション名になった。キヌガサが構想していたサーカスと老人の物語は、 新感覚派の作家と初めて顔合わせした時に見送られ代わりに岸田邦夫が全米のタワー群れというシナリオを2日ほどで執筆した。このシナリオは特許マニアのサラリーマンを主人公にしたフランス風の小喜劇だったがあまりにも軽微多すぎるという理由で決定校には至らず新橋のカラス森にある旅館に泊まり込んで案が練られた。 そこで、木の笠は、横光宅を訪ねようと駅に降りた時に見かけた、高貴な方の一行の奇妙な印象から、狂気の人がドラマの大きな要素になることを考え、松沢病院を見学した。この見聞から、精神病院を舞台とするプロットが決まり、川端の協力でシナリオが練られた。シナリオは撮影開始時も、完全に出来上がらなかったが、脚本が、 本当に完成するのは映画ができてからであると考える絹笠にとって別に問題ではなかった。シナリオは撮影を進めながら作られ、川端と絹笠、犬塚実、る、沢田晩校の4人がメモ書きでアイデアを出し合って打ち合わせをし、それを踏まえて翌日に撮影が行われた。正式なシナリオは5月末の撮影終了後に4人がメモを持ち寄り、 川端がこれらを脚本としてまとめて6月15日の締切日ギリギリに入稿させ、翌7月1日観光の映画時代創刊号に掲載された。ただし目次では今日減る1ページと記され、文末にはとある。その後、シナリオは単行本収録されず、1959年に初めて新調社版の前週の第一巻に収録された。 シナリオのプランが固まると、絹笠はかつて舞台を共にしたことがある、井上正夫に、主演の老人役を依頼した。絹笠の映画制作に共鳴した井上は、5月の本郷座公演を断って、無償で出演を承諾した。さらに井上は吹け役を演じるために自らがくの毛を、抜いで演じた。井上は一座の子役俳優である、滝口慎太郎と犬を連れて参加し、滝口は、 文営の息子役として犬と一緒に出演した。他の出演者では、日活向島撮影所時代に、絹笠の同僚だった高瀬実情が狂人を演じ、パルボ系を購入するため、上海まで出向いた絹笠の知人のドイツ人が、精神病院の医務室などの場面にいる外国人医師を演じた。スタッフでは、杉山康平が撮影を担当し、その後彼は、 木の傘作品で何度もコンビを組むことになった。杉山の助手には、つぶらや栄一がついた。撮影地には、小竹記念魔重役の白井慎太郎から犬塚実を通じて、当時放置されていた松、竹下かも撮影所の使用許可をもらい、まずスタッフたちで撮影所の草むしりをした。撮影は5月6日に開始し、スタッフたちは撮影所の俳優部屋人が宿した。 下鴨撮影所はガラス張りのグラスステージで昼夜続けて撮影するには照明が不足したため精神病院のセットの壁に紙を下張りし銀粉を塗って光の反射を良くする工夫をしたさらにこの壁に近所の銭湯からもらった油煙を塗り壁の立体感をつけた井上正夫は率先してこの作業を行いスタッフと変わりなく大道具作りや小道具の 飾り付けをして働いた。撮影は約1ヶ月で終了した。6月上旬にキヌは妻の看病で葉山の病院にいる横光を訪ね、病院近くの映画館を借りて個人的な試写を行った。この時、横光の意見で題名を当初の京ヘル1ページから京伝1ページという過去形に改めた。また横光は映像の純粋性を保つため、 無字幕で公開するように主張し、木野傘はその助言を受けて字幕のすべてを割愛した。6月22日に完成した作品は内務省の検閲を通過した。本作は自主制作映画であるため、木野傘は自分で風切り交渉をするためフィルムを携えて上京したが作品の難解さが災いして配給先が決まらなかった。7月に木野傘は 東京朝日新聞社主催で特別上映を開催し、宣伝に努めた。完成から4ヶ月後となる9月に、ようやく洋画専門館の武蔵野館での上映が決まったが、これには、上映作品を選定する番組委員会の森岩尾と岩崎明の強い推薦に同、同員で武蔵野館の主任弁士である徳川無生が賛同したことが大きく働いていた。 こうして9月24日から1週間にわたり、武蔵野館で徳川の解説で封切られた。新聞広告では絹傘を日本のジョセフ・フォン・スタンバーグと紹介し、が前、日本映画界を新刊させる大芸術編というジャックが添えられた。その他東京館や大阪と京都の小畜座などでも公開され、全体で7500円の配給収入を得たが、 工業的には1万円を超える赤字を計上する大失敗となった。この工業的惨敗により、新感覚版映画連盟は第2回作品を作ることなく、この作品だけで解散した。木ヌガが東京で奔走する間、京都にいるスタッフは、本作の部合上がりで食いつなぎながら、木ヌガからの切符を待つという状況が続き、無一文では次の映画制作に書か,かれないという。 状態となった。そこに、松竹キネマの大谷武次郎社長から月日本時代劇映画を制作するという話が持ち込まれ、木野笠は本作のスタッフと共に同社と提携契約を結び、下鴨撮影所内に木野笠映画連盟を発足した。以後木野笠映画連盟は、松竹配給で林長次郎主演の時代劇映画などを請け負い、制作するが、 やがてきぬがさやスタッフから本作に続く斬新な企画があってもいいのではないかという気運が強まり、本作に次ぐ実験的作品として十字路を制作した。本作のフィルムは1950年に松、竹下鴨撮影所のフィルム倉庫で発生した火災で消失したと思われ、長らく現存しない作品と思われていた。しかし、 それから21年後の1971年、絹サの自宅の倉にしまってあった米びつの中から偶然ネガフィルムが発見された。このフィルムは絹サ自らがニューサウンド版として再編集し、同年4月27日に岩波ホールで特別試写会が行われた。この試写会には川端をはじめ助監督を務めた小石栄一、哲学者の谷川造と 河野余一、小説家の野間博士映画関係者では川木隆子と岩崎明などが参加した。上映終了後、川端は絹傘の手を取って今見ても恥をかかなくて済んだ。よかったと語ったという。同年10月11月には同ホールで49年ぶりに一般上映された。このフィルムは海外でも上映され、1972年に パリのシネマテイクフランセーズで16ミリのサウンド版による上映が行われた。その後リスボンやロンドンでも上映され、1975年1月にはアメリカでニューラインシネマの配給で公開された。映画評論家の岩崎明は本作を激賞し、日本で生まれた最初の素晴らしい映画だ、と私は確信を持って断言する。そしてまた、日本で作られた。 最初の世界的映画だと評した。同年度のキネマ旬報ベスト10では4位にランクインされた。海外でも高評価を受けており、オブザーバー氏は、カリガリ博士や、戦艦、ポチョムキンなどと比べながらこの作品を紹介し、キヌガサテイノスケは、アベルガンス、セルゲー・エーゼンシュテインと並んで、映画的創造者のパンテオンに隣席することになるだろうと評した。ニューヨークタイムズ氏は、 現代の作品のような強烈さとスマートさを持った催眠術的ファンタジーと評した。また、タイムアウトは今も見ることのできる最も過激で挑戦的な日本映画の一つと評し、スラントマガジンが発表した史上最高のホラー映画ベスト100で50位にランクインした。川端は本作撮影時のことを題材にした小編小説笑いは ヌダンを1928年に発表。この作品は、手のひらの小説集、僕の標本室に収録され、後の1971年の小編小説集、手のひらの小説にも収録された。ありがとうございます。